はい、かすみさん楽しいですね、やっぱ東京はやっぱり都内と違って人は多いですね。人は多いだけじゃないですか。今日人は映る。もうちょっと前歩いてくれないんで、僕歩いてません。どうですか、なんかミニみたいな感じですけど。そうですね、お前一回入ったもんな、あるゲームにね。で俺も一回お前が達成できなかった。2回よ、2回、あ、2勝1敗で負けた。1敗何したっけよ。だから私はあれでしょ、この嘘っぽいこのセリフのやつで勝った。でゾロと、あ、嘘っぽい、あ、あれや、ナミさんのあれや、ゾロとナミさんのゲームで勝った。そう、俺ナミさんのあのなんだっけ、カジノ、マジで本当にこのゲームのカジノで負けた。そう、俺3回やって3回とも当たったのに何ももらえずっていう、あれはもうあっちの企画のミスやわ。40ポイントないといかん。高すぎる、40のベリーは高すぎる。37しか集まらない。全問クリアしても37。本当でアホやろ。でもあのルーレットでね、もうちょっと、でもあのルーレット高かったら俺でもダメだもん。そうじゃん、そしたら今度は私が当たったと思う。そうどっちかというとあの人が悪い。すごい、ね、さっき銀座行ってたんでね、今新宿です。僕もあとね30分ぐらいしたら駅行って帰らないといけないので、その最後の動画なんでね流しておきますけど、私顔映ってないので、こう映ってますけどね。ああそうですね、かすみさんなかなか出ないんでね、みんなで披露しないと生きてるのか分かんないから。そうですね、僕の顔ばっかね見てみんな飽き飽きしてると思うので。いやすごい都会だよねここ。ただの、うん、この辺は歌舞伎町だからダメだと思う。ああ大丈夫です、ね、ああやってねキャッツさんもねいて、まあ豊橋はね絶対ありえないキャッツさんです。あれないね、まあいいんだよ、とりあえず俺ら後半公開してるから。すごい明るいですね、もうだってもう9時、8時半ぐらいか、8時半ぐらいでこの明るさって都会だよね。どこまで撮るかっていうのが問題なんですけど、人が多いんで、じゃあまた会う日まで。また会う日まで。バイバイ。